三立ハットリ美術館は、長野県諏訪市にある美術館。運営は、公益財団法人三立ハットリ美術館。隣には、北沢美術館本館がある。国宝の本編光悦作、落役白片見編茶碗名富士山を収蔵することで、名高い三立ハットリ美術館は、ハットリ時計店三代目社長のハットリ正嗣と、その長男で、成功エプソン社長であった。 ハットリー一郎と1986年に九州合併した関連会社の三立工業株式会社のコレクションを展示するため1995年開館した。コレクションは古美術のほハットリー一郎収集のルノワールなど西洋絵画も含まれる。諏訪湖を望む建物は内井肖像の設計である。三立ハットリー美術館玄関側、ハットリー正嗣は 服部時計店の創業者、服部金太郎の次男で、成功を世界的なブランドに育てた、功労者とされている。彼は、製薬会社、三協の創業者で、茶人、美術収集家でもあった、塩原又作の影響を受けて、茶の道に入り、山海で渡航した。塩原は、服部とりまの義父にあたり、三立服部美術館には、 旧塩原コレクションの陶磁器などの名品が入っている。落役白片見編茶碗名富士山、本編光悦色へ不要菊門皿鍋島東火、賞金図転居、2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館による、2001年以降の新収蔵品については個別に、中央付した。ありがとうございます。